とつは、奈良県の地域及び、河川の名称。地域名としては、現在の吉野郡とつ村一帯を指し、河川名としては、熊野川本流のとつ村内での故障として、使われる。現在の奈良県南部の内木の川水系流域を、吉野と呼ぶのに対し、新宮川水系流域を、都から遠いという意味で、川とつといった。 日本初期に円津川のことが記されていることからもそれ、以前から人々が住んでいたと考えられ、1142年の高野山文書にも円津川という地名が見られる。戸塚川里が現在の戸塚川村地域のみを指すようになったのは、天領となった江戸期以降であり、古来の戸塚川は、五条市大東町地域や吉野郡の瀬川村を含む天辻峠以南の地域を指していた。 さらに講義にはその上流域の天川村や北山川流域の上北山村、下北山村までも含まれたともされる。またの瀬川村には池津川、中津川という地名があるが、これは戸津川に対して高野山との距離関係から付けられた地名であるとも言う。谷瀬の吊り橋戸津川は熊野川の中流域、主に戸津川村内での故障である。天の川が、 五条市で、十津川となり、多くの支流を集め、和歌山県新宮市熊野川町見合いで、北山川と合流し、熊野川となる。五条市大東町、坂本の大東橋から、北山川合流地点までの長さは、約九十八キロメートル流域面積は千三百二十四平方キロメートルとなる。AB 十津川探検十津川村の歩みから、創設十津川掛橋ネット。 河村隆戸塚津川漆黒期北海道新聞社同心選書1987年、ISBN4 から8万9363から 920X ハット、角川日本地名大辞典奈良県、角川書店1990年、ISBN4 から04から001290から9。ありがとうございます。